りバッティングコーチなんですが、あのバッティングでちょっとずれていたところがあったんだけれども、うん、修正してハマって状態が良くなったので今日はスタメンでいきますと、もしかしたら初ホームランが見られるかもしれないですねというぐらい期待を寄せていました。そのぐらいですか。その初ホームランが出るか、ライトに上がった打球、高い弾道でそのまま入りました。予言通りです。一番いい表情してる高いバッティング投手、その言葉通りでした。初ホームランが生まれました。川村素晴らしい長距離打者の弾道でしたね。見事でしたね。はい、いい角度で上がりました。いや、浅野さん出ましたね出ましたね。出ましたね。私も驚きました。しかもの実は2日前ぐらいに川村選手に話聞いてるときは、はい、バッティング全然ダメですって言われてたので、はい、本当にこの2日の間での修正が見事結果につながってますね。あ、そうですか。いや、これはThank you.